ンポン。こんにちは。なんか読んどる。何読んでる？ああ、あかりちゃん、お疲れ様です。何読んでんの？いや、ちょっと勉学に目覚めまして、今は世界史を勉強してました。この参考書で歴史の何が身につくんだよ。ちなみにどこら辺を勉強してたんですか？まあ、フランス革命あたりですかね。どうでもいいけど顔がムカつく。あのあたりの偉人については鮮明に思い出せます。フランス国王、ルイボスティー16個。誰？王妃のマリー・アントワネットの後世にも轟く、有名なセリフ。お菓子がないならライス大盛り。ライス食ってんじゃねえよ。そしてフランス革命の流れに乗って皇帝に上り詰めた。ナポリタン、何一つ覚えてねえなこいつ。まあそんな感じでこれからマリー・アントワネット国交をやりましょう。なんでだよ。だってライス食いたいし。別にマリー・アントワネットはライス大盛り食ってねえよ。ではちょっとマリー風に変身してきますね。はあ。お待たせ。待て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 。え、じゃねえよ。バレエの変身をしたんだよ。マリー・アントワネットですけど。名札に書いただけじゃねえか。私、マリー、黙れ。てか頭のそれはなんだよ。え、あかりちゃん知らないんですか？マリー・アントワネットはおしゃれが大好きで、髪にボリュームを持たせる盛り髪をよくしてたんですよ。それ盛りじゃなくて盛りだろうがよ。確かにここリンゴなってる。判断基準そこじゃねえよ。そして二人は何してんの？いやちょっと私今お金持ちなので、可愛い子はべらせようかと。それもうお前の欲望じゃねえか。あとライス、魚沼さん。コシヒカリ、やかましいわ。我、コシヒカリを求めし者。ライスに釣られてなんか来てんじゃねえか。どうぞどうぞ。はい。おい。はい。おい。では、この世のすべての食材に感謝を込めて。いただきます。どうしてこうなった？ちなみに、有名なセリフ。パンがなければお菓子を食べればいいじゃない。は、マリー・アントワネットが発した言葉ではないらしいです。へえ、じゃあ誰が言ったんや？それは、誰かがコメントで教えてくれるらしいです。投げっぱなしかよ。